今日はこの大きい浄化槽、60トンある浄化槽のおでの汲み取りです、そこに溜まったおで、人間用の浄化槽も、たまにバキュームカーで汲むと思うんですが、何しろ大きいのでめちゃくちゃ大きいバキュームカーに来ていただきました。映んない、全部入んない。はい、最大積載量10トンのバキュームカーです。コースも大掛かりで作業する人も大変そうです。町の浄化槽センターなどでは処理できないので、専門の業者さんに運んでいってもらいます。確か埼玉だったかな。約60トンの内容量のうちの汚泥分10トン、を汲み上げるのに確か15分ぐらいだった。またお金がかかります。ちょうど浄化槽の検査の時期でもあるし、冬の間のバクテリアが夏のバクテリアに、変わりきった時期で、そのバクテリアの死骸が増えてきて、今の時期は、浄化槽の状態が良くなって、検査ギリギリぐらいなんで、これで、おでをいっぱい引き抜いてまた中の負担を軽くしてあげて、その後検査に回ります。はい、終わりました。で、ホースを片付けてもらって、あと、引き渡しの書類を搬入しておしまいです。はい、10トン組みました。終わった後です。うちの浄化槽の場合、上の見えるかな、丸い円盤のところに羽がついてて、そこで中の、水を全部攪拌して全体が、抜起されるっていうシステムですけど、このままだと、水がかき回せないので、羽のところまで新しいきれいな水を足してあげます。
い、浄化槽のメンテついでに上部モーターの V ベルトがもうかなり緩んでたんで、これも交換です。外して新しいのにします。それで、あとは24時間ずっと回りっぱなしです。終わります。